ビロー。ここですね、石巻市小勝町といいまして、2011年の、ね、津波によって、はい、もうほとんど中心部壊滅したんですよね、はいはい、でここの場所は、うん、上の杉の、ね、根元まで津波が来てますから、約あそこまでですか。そうです、約17、8メーター、うわー、はい、それで、まあ、妻の実家の跡地なんですけどね、はいはい、まあ、この中心部から人がみんなもう出て行ってしまったので、はい、町を残したいっていうね、はい、妻の思いと私の思いで、はい、このガーデンを開いたということですね、うんうん、最初はね、妻が花をね、一本植えた、そこから始まったガーデンです。何の花だったんですか。ホオズキです。なぜホオズキだったんですか。震災で私の母も助からなかったんですけど、まあ、母と生前のホオズキがお墓にあってもいいよねみたいな話をしてたっていう思い出もありましたし、あとはその年の2011年の6月くらいっていうのはもう、うん、道の駅とかでも全然花ないとか、もうそういうものはないです、うん、唯一手に入ったのがホオズキと河原なでしこだったので、うん、それを植えたのが始まりです。被災者、住民、ボランティアがだんだんと集まってできて、このガーデンができたってことです、うんうん、はい、ですから私たちはね、無償で受けた支援で作っていますから、無償で開放したいっていうことで、まだここは無料開放です。はい、ガーデンの内容ちょっと違うんですよ。ガーデンの内容ちょっと走りました。ちょっと違った。走った部分は何でしょう。ここ ここまずここではないんです。道路の下の方にある、もう道路の下になったんですけど、うん、向こうに一回作ったんです、うん、そこは私の生まれた家のあった場所で、うん、まあ、母が亡くなった場所だったので、うん、そこに初め作ったんです、うん、でその時にホオズキを植えて、そこから皆さんに、うん、作ってもらって、うん、一回それなりの形のガーデンができたんですけど、うんうん、道路を、復興道路を作るということで、うん、移転するようにっていうふうに行政の方から言われて、うん、で2018年にここに移転してきて、これが今、うん、移転っていうのが一つ2回目の2回作ってるんだね。だから2回目です。ロアの箱舟の話ご存知ですよね。旧約聖書ね、はい、まあ大洪水の後にね、うん、ノアの一族だけが箱舟を作って、まあ、助かるんですけど、うん、そんな話とですね、 3.11 の大津波をね、ダブらせまして、うん、津波からの復興のための、うん、まあ、象徴として、うん、100年オリーブをね、ここに植えてあります。一つはちょっと見ましょうか、うん、はい、うん、これです。ちょっとこれ危ないですね。こちらがね、スペインから支援でいただいた100年ものオリーブになりますから、年輪がね、もう来て10年経ってますから、110年ものだね。で、この2年ぐらいで、まあ、そうですね、もともと同時に新しい町の、ね、産業として向こうにオリーブを植え始めた、うん、そして新しい、ね、雇用を生み出して町を持続可能な町にしたいと思ったのが向こうです、うんうんうん、これ北限のオリーブという名称があります。やっぱり北限であるからにはちょっと難しいんですか、寒さ対策とか。寒さでしょうね。温めてあげたりするんですか、木を。そのが特徴だし、ちょっと盛り上がってるとか、うねを上げてます。あ、これ盛り上がると、ええ、一つは排水が良くなる、うん、あ、なるほど、はい、あとは太陽のね、はいはい、熱を受けやすくなるんですね。へえ、もうなってるなってるなんかいいですね。こう冬ギリギリ、ええ、そうです、そうです、耐えてくださって、ええ、感じが、こことね、こちらにもありますから、ぜひね、はい、これ、はい、収穫してください。これ完熟です。収穫していいんですか。ええ、
で私たちはね青切り状態で今までは全部収穫するんですね、はい、青切りっていうのはこの状態ですよね。もう少しこれ、はい、あの色も変わってますけど、はい、本当にグリーンオリーブとして収穫をして、はい、グリーンのですね、はい、あの油を取るわけです、はい、それ一本残ってますから後で試食してください、はいはい、こうきましたね。初めてオリーブついた。オリーブついてるの、あれちょっと下手かな。でも茎がついてこないようにして、それで茎がついちゃうと後でそれを取る作業がちょっと大変みたいな、はい、でもこの指先でそんな簡単に、うん、ちょっと指先の技を練習すれば、ね、慣れてくるとね、うん、ピッとこう。でも この数一生懸命取らないとだってちょっと15分じゃ終わんな、はい、終わんない可能性。終わんないですね。パキッパキッと、はい、そうです、やった方がいいですよね。はい、感動します。私もちょっと泣きそうなぐらい。まあそうです。オリーブが詰めるなんてなんか実りを積むって、はい、なんか、うん、少女の頃の夢っていうか、みんな森に出かけてきて、はい、イチゴを摘んだりとか、なんかそういうのって子供の頃の、うん、夢っていうか、そんな気持ちに今帰ってます、うん、なんか引き込まれるっていうか、ね、もう楽しいですからね。指先を使う感覚、うん、この実の柔らかさとか、こうなんかこう、まあ、収穫作業なんですけど、うん、ちょっと癒し、メディテーションみたいな、なるほど、精神の浄化、うん、タイムみたいな感じするんですよ。この集中でもありながら解放されてるみたいな、同時進行、はいはい、なるほど、あ、嬉しいな、嬉しい。で、長さん、はい、っていうのがあのスペインに、うん、はい、送られた、されたんですね、がスペインに、送られたんだ、はい、そうです。そしてバイティシャモによって、うん、そして交易をですね、うん、まあ、する目的で行ったんだけども、残念ながらは失意のもとで帰ってくるんですよね、うんうん、そしてまあ日本ではそのうち、まあちょっと亡くなってるんですけどね、うんうん、まあ、その頃にはもうあのキリスト教に改宗して彼は来るんだけど、残念ながらもうその時にはキリスト教は禁教になってたんですよね。それで失意のうちにね、もうこの宮城県のどこかでまあ亡くなってるわけです。で、私たちはその話もガーデンの中にね、あの取り入れてまして、うん、400年ぶりにね、スペインから実は、うんうん、あのオリーブのね、うん、この100年オリーブが届いたっていうね、そういう、まあ、ストーリーを作ってあります。まあ、大洪水がですね、引いたかどうかを確かめるために鳩を飛ばしますと、2回目に飛ばした時にオリーブの枝を加えて帰ってくるんですよね、うん、それによってあの水が引いたことが分かって、うん、ノアたちはね、船から降りまして、はい、新しい人類の歴史、町づくりを始めるわけですよね、うん、それでオリーブの、はい、このね、完熟をアク抜きをしますと黄色になるんですね。銀なんかと思いましたし、はいはいはい、一回ぜひあの食べてみてください。このままいいですか、はい、凍ってますよこれ、ね、一回ね、はい、いただきます。凍らせました、うん、どうですか、種が入ってますからね、うん、要注意。あと種入れを何か持ってきて、うん、爽やか、うん、いいですか、うんうん、日本にもですね、エキストラバージンオイルといくらでもあるんですよね、うん、我々が作ってるのは、うん、世界標準のエキストラバージンオイルでありまして、うん、酸化率が 0.1 以下なんです。世界標準は 0.8 なんですね、はい、そして日本の場合にはですね、うん、基準が甘くて2なんです、うん、ですから日本のエキストラバージンオイルっていう、うん、あのまあ、名前がついてるものはね世界標準では、はい、そうならないんです実はね、うん、じゃあどれほどのですね、うん、色かということを今からお見せしますね、はい、いいですか、いきますよ、うわー、こんなにグリーンなの。これがすごい、うん、初めて見た、こんなグリーンな、ね、これがですね、まさしくこうメロンシロップ状態ですよ、はい、ここまで来たらね、はい、こうですシロップだとってヒュイって飲む、ね、そしてこれをね、少しこう、うんうん、肝の検査、まずこうやってですね、うん、手でこうね、温めます。そしてまず香りをね、こう
書くんですね。うん、うん、そうしますと、うん、本当にお茶のお手前なさってるみたい。ね、酸化してないオイルほどですね、うん、青りんごあるいは若草の香りがします、うんうん、こうですねそしてこれを今度はね、含みます、うん、含みます、うん、っていうふうにこうね空気を入れると、うん、この辺りにものすごくね、うん、辛みと、うんうんうん、ビリビリっとする感覚しますよね、うんうん、これがね、うん、いいんです。これが強いほどね、うん、ポリフェノールが多いでしょう、うん、じゃあぜひ空気を吸います。で息を吸ってください。ええ、辛みとね苦味そうそう、いや確かに辛みはすごいこれです来るけれど、うん、雑味がないでしょう、うんうん、あの油臭さがないでしょう、うんうんうん、これが本物をね結構ね息を吸い込みます。あ、ちょっと息吸うの上手になってきた、うん、それで、うん、これがね、うん、本物の味ですね。これを味わっちゃうとね、普通の市販のものはもう食べられない。もう食べられない、はい、もう取れない、うん、もうたっぷり、はい、たっぷり、たっぷり、ほんとに緑いいですね、うん、どうですか。本当においしいですよ、うんうん、はい、アイスクリーム色がいいですね、うん、この組み合わせ。いや、まず一回味わっていただくとどういう、ね、つけちゃっていいんですか。いいですか、うん、こうやってね、うん、ちょっとでもすっごい伸びるんです。美容にです。あ、それでぜひガスパンダ予防というか、うん、はい、約26本かなしか取れてない。26本、はい、ちょうど少ないんです。それで2週間で完売です。うん、ここに来ていらっしゃるあのボランティアの方とか、うん、支援者の方がね、うん、率先して、うん、まあ、自分たちがお世話したオリーブですから、うんうん、ね、買っていただけるわけですよ、ね、うん、もうこれ最高の一本です。うん、これが私が勤務校を出した雄勝小学校ですね。じゃあここを襲った津波の映像をちょっと見てくださいね。これは役場の2階から撮った映像なんですけど、今津波が入ってきましたよね。で陸に上がる津波っていうのはですね、最初必ずね道路から、うん、川から上がってきますが、その次道路なんですよね。と道路は道路、ちょうどあのビルとビルの間、家と家の間ですから、津波がこうね、うん、流れが速くなって上に 高さも上がってくるわけですね。今道路は2メーターぐらいあります、うん、もう車がもう凄まじい。来ましたね。
遠くを見ていただくとですね、家が動き始めてますよね。これが津波の水圧。こちらが大川小学校の避難行動の、ね、経路になります。まあ、この佐藤さんという方の、ね、呼びかけによってようやく山に避難をして、難を逃れたということになります。ぜひ伊豆住みからやりましょうって、ってもうびっくりですよね。これでこれ5月の復興事業でね、造成地から出てきた廃棄された石を石巻市からいただいて石積みしました。実はこれ阿納州積みっていう石の積み方なんですよね。自然石を台所を組み合わせて作っている昔の城積みの積み方です。織田信長がですね、安土城を、まあ、作った時の最初の石積みですね。でこの継承者がね、宮城県に高橋さんという方がいらっしゃいまして、が末期がんでした。弟子です。お弟子さんたちが来てこの方のね指導のもとにボランティアで吹いてくれたんですね。それが、この石積みですね。この方は3ヶ月後にですねお亡くなりになりました。ガーデンが終わった、完成した後ですね。まあこうやっていろんな方のねつながりで、まあ、ガーデンが作ってできていきます。そして、このレンガですよね。これもですね里市のレンガの業者の方から、まあ、支援でいただきました。もう廃棄物だったものを鎌田さんがですね、いろいろ連絡を取って、来まして、これ専門家の鎌田さんの職人さんに習って、うん、我々でこれねボランティアで吹いてます、うん、足元、うん、このレンガです。この赤レンガですね、うん、これもボランティアと皆さんで一緒に吹いたんですね、うん、縦糸は一歩の自分の行動です。横糸はつながってくれる人ですね、うん、連帯と言いましょうか、うん、その2つの糸で小さな希望からね、うん、大きな希望を足元から自ら作り出していくものだということですね、うんうん、だから初めからガーデン作りの希望とかね、この先ほどのガーデンパーク事業の構想を持っていたわけじゃなくて、人にですねつながっていただくことで生み出した希望なんですね、うん、従ってこれを人とつながり希望を紡ぐと言ってるわけですね、うんうん、だからこれは絶望から人間が再生されるね一つのプロセスの具体的にモデルかな、うん、まあ、人間とは一人では生きていけないことですよね、うんうん、人からこう支えられてね希望が実は生み出して一緒に生み出していくもんだということです、うん、宮沢賢治がこう言ってます、うん、世界が全体に幸福にならないうちは個人の幸福はありえないって言ってますけどね、彼はね、うん、それをね、うん、ここで具体的にね、うん、見える化してるんだろうと私たちは思っているんですね、うん、だから安りを求めない方の無償の愛をたくさんね、うん、受けてきたから、うん、我々は無償でこの受けたものは無償でお返ししたいという原則でガーデンを無料にで開放してきたってことですよね、うんうん、世界が全体に幸福にならない限りは個人の幸福はねありえないっていう、うん、まあこれほっき国際的なヒューマニズムなんですけどね、まあ、それを見える化しようじゃないかっていうのがね、うん、私と、まあ、女房のね、うん、願いであり目的なんですね、うん、ですからここにはねお金の匂いが全くない、うん、ね、しないでしょもうあんまりお金は考えてないですね、うんうん、そのあとでついてくるんじゃないかって思いでね、うんうん、日本国中の学校に何か配信してます、した方がいいですね。これ義務教育にした方がいいですよ、ね。すごいな。ね、いいですね。学校の、うん、ね。ここに来るね、うんうん、ボランティアに来る、まあ、子どもたちには語ってますけど、うん、全国じゃないです。全国の絶対これは必ず授業で流した方がいいと。素晴らしい。そこで今ね、Zoom でつながれるから、はいはいはい、講師として全国に発信していただきたいな。わ、はい、かりました。ね、かわいい。ありがとうございました。素敵なお夫婦ですね。